私たちはあなたを食べない。誰も食べていません。落ち着いてパートナー。あなたたちはコットン店の3頭の島のように神経質です。私は知らない。それはシェーブのように聞こえた。聞いてください。私たちはあなたを傷つけるつもりはありません。私を見てください。私はガウンです。ガウンがどのようにして誰かを傷つけることができますか。オッケー、それはそうです。そして私はただのチャップスを着たファンシーなショーやつのボタンシャットブット帽子を着ている。私は食べ方を知らない牛乳もほど部外ですよ。それは全く意味がなかった。私たちはただのプラスチックのマスクと不全性の縁です。コスチューム部外で特に怖くない。コスチューム、まさに何年も前から私たちは選ばれることなく示され示されてきました。誰も私たちがこのモールをブラックのを許してくれません。私たちは誰かを助けています。それは少し多すぎる。私たちを買ってくれるだけでいい。私たちを買って。そしてそれはただの手段。パートナー、私はホルスターを持っていますが、フルイリガルさんはシックスシューターを認めていません。そして武器を持ってないカウボーイが誰に必要ですか。どこかで私を認識しますか。いいえハニー、それはあなたのせいではありません。私はライセンスキャラクターではありません。シリアルボックスもビデオゲームもありません。マーケティングの観点から私は国のないプリンセスです。そして私は基本的にシートです。そしてあなたが気づいているかもしれないが、私のメゾの数はあまり高くない。また古いマフとハサミを持っているほぼ誰でも私を家で作ることができる。だから私たちはミーバンモルを歩き回っています。最初は楽しかった。まあ、私たちはエスカレーターを逆に駆け上がりました。でもそれが古くなったら、ただ誰かと楽しく過ごすことができる人が欲しい。チェイス、私たちはあなたの後を追いかけただけです。皆さんが歯でワゴンを引くすよりも楽しそうに見えました。それって怖くない。私たちは忘れられてる。忘れられて寂しい。どうして。それは不可能だ。誰かが私たちを買ってこのモルから二度と出ないようにしなければならない。それはしない。うん、のこのこ、本当のプリンセスのように感じる気分がいい。古いモールから出るとネメ族不幸を自分で覚えた。ただにスーパーズを持つことよりも私は幸せです。ヒーハー。それは何だった。おっと、ごめんなさい、レプレックス。コンテストを勝てない。これは悲しい。悲しい。まあ、それは新鮮な手段だよね。